九十八式装甲運搬車は、第二次世界大戦において大日本帝国陸軍が使用した装甲輸送車両。九十七式軽装甲車を原型とし、最前線での弾薬輸送用として開発された。ビルマ戦線でイギリス軍に露飼された九十八式装甲運搬車。日本陸軍は、最前線での弾薬輸送車両として、トレーラー建員式の九十四式軽装甲車を、 正式化していた。しかし、94式系装甲車は、実際には、豆戦車として使用されることが多かったため、その後継車両の97式系装甲車は、当初から豆戦車として開発することになった。そして、弾薬輸送用には、97式系装甲車の設計を流用した専用車両が別に開発されることとなった。その結果、 1938年に正式化されたのが98式走行運搬車である。98式走行運搬車は、97式軽走行車の開発試案のうちエンジンを車体全部の操縦席右側に配置した第一案を原型としている。この第一案は1937年9月に池外自動車製造が試作したものであるが、操縦士と社長の連携が難しくなることや、 車内温度の上昇が激しいことが問題視されて、97式系走行車では不採用となった形式であった。エンジンを車体全部に配置したことで、空いた車体後部を利用して物資搭載用のオープントップの走行貨物室が確保されており、94式系走行車のようなトレーラー式ではなくなった。車体後部に扉が設けられており、助手席から後、 扉を開けて弾薬などの物資を突き落とすことで乗車したまま最前線でも安全に荷下ろしができるようになっていた。97式軽装甲車とは異なって、砲塔などの固定武装を備えていない。車体後端には、下方牽引用のフックがあり、砲兵トラクターとして一式軌道 47mm 速射砲の牽引が可能だった。非正軌道メートル砲の牽引実験も、 行われている。小型の走行牽引車という性格は、ソビエト連邦のコムソモー牽引車に相当する。実戦では、太平洋戦争中のビルマ戦線に投入されている。同系統の九十七式軽装甲車の派生車両として、百式観測停止車がある。また、九十八式装甲運搬車の弾薬輸送任務と、一式軌道四十七ミリメートル速射砲の、 牽引車としての任務を兼ねた同系統の車両として姿勢一式小型牽引車が1941年3月に研究開始された。1944年に本社と同じく池外自動車製造によって試作車が製作されている。ありがとうございます。